前回のあらすじ、断捨離するウォルトのバッグを用事があるからついでに大森まで持ってきて猫カフェに行ったら今ここ。すごい、こんなに人懐っこいんですね。びっくりです。もう興味津々ですね。あ、よし、おいでおいで。あ、ありがとうございます。わかりました。ありがとうございます。こんにちは。あ、おいでおいで。乗れるよ。おいでおいで。あ、すごい。あ、もう常連さんなんですか？もう麻薬の。いや。ほんと、ね、うわーすごい。猫って麻薬ですよね、確かに。うわ、あ、こんなに、いやーびっくり、ほんとにみんな集まってくる。うわー、よし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 、うわー、あー大渋滞。あはい、魚とかも仕事してる。あ、特にそういう系統ではないですけど、割と猫には好かれるタイプだと思います。辛口ジンジャーエールをお願いします。はい、ありがとうございます。なかなか猫カフェに行ってこんなことになるなんてないですよね。はい、そうですそうです、はい、もう自分そういうのはおやつをもらってしか来ない猫はビジネス猫って言ってます。いやーかわいい。 あどんどん持っていかれる。猫ってこういうスポット見つけるの得意ですからね。ジャケットが猫まみれですね。あと嗅いだことない匂いだからみんな来ちゃうんでしょうね。すごい、もはストーブの前みたいな状態になってますね。いやー、滞在1時間の予定だったんですけども、猫たち可愛くって可愛くってついつい1時間半もいてしまいました。で、だいぶ時間は潰れまして、今ですね14時51分です。もうウォルトの事務所の前で待っててもいいかな、これぐらいの時間だったら。よいしょ、10分でウォルトの事務所まで行って、で、あと1時間ぐらいだったらまあスマホポチポチいじりながら待っていてもいいでしょう。あ、鍵鍵、こういう風にしっかりね紐でつなげておくと鍵を挿したまま忘れるっていうことがないのでいいですよ、忘れっぽい方は。道がどっちかな、反対方向に行ったとしても Google マップさんがうまく調整してくれますから、このまま行きましょう。こう行って多分左だと思う。よし、合ってる合ってるはず。あ、違うか、違うかな、もう一回左かな、ここで。よし、かけてみよう、こうだ。あ、違う、あ、いや、そうだそうだ、きっとそうだ。土地勘がない場所であんまり今方角もわからない時間だと Google マップスタートダッシュ迷っちゃいますよね。ちょうど正午ぐらいとかだったら
あ、太陽が見える方が南かみたいにできますけど、3時前後ぐらいって季節によってまあまあ違いますからね。もう猫カフェ最高。内装おしゃれ、猫たちが可愛い、人懐っこい、そして店員さんもフレンドリー、最高じゃないですか。確か Google マップで確認したら高架沿いってなってたんですけど、ここで曲がるのかな、そっち側じゃないですね、こっちの方で曲がるみたいです。通行不可じゃないよね、ここ。大丈夫だよね。よし、通ります。失礼します。よっ、あれ、ここだよな。どう見てもプライベートジムって書いてある。おや？これで確認しますと、中目ギャラリーストリート L3 区画。L3 区画とは、全くわかりませんね。L3 区画。L3、L3 区画って、どこかな？住所的にはこことなっていますが、どこでしょう？全然ないんだけどどこだってばよ。ちょっと待って、ちょっと待って、あんまり行っちゃうと引き返すのが大変になるから少しお待ちください。ちょっとだけここに止めさせてもらってまた調べよう。ちょっともう一回メール確認してみましょうか。やっぱこれでやると東京都目黒区上目黒 2-43-16、 あ、下になんかあるな、土地。お、この通りの最初の方、最初の方にそんなものがあったっけ。でもわざわざこれで住所じゃなくて位置情報で入力してくれてるっていうことはきっとここに違いない。つまり引き返していいっていうことですよね。よいしょ。ここ、あ、今なんか見えた。ウォルトって書いてあるわ。あ、これだこれだ。よし、このさ、ウォルトの事務所が見つけにくいという何たる皮肉。さ、ここみたいですね。じゃあこの辺りであと45分ほど待機してみましょう。で16時になったら中に入ると。無事にたどり着けて何よりです。それでは皆さん、また次回。ポチッ。